大田切川川口西より流れてきた大田切川が道路と鉄道橋をくぐり、関川に合流している。大田切川は新潟県妙高市を流れる川で、関川水系の一級河川。大田切川ともかく、妙高山に橋を発し、東へと流れ、関川に合流する。上流部は北地獄谷と大倉谷とに分かれており、 前者には、町民滝や巧妙滝が、後者には、日本の滝百選にも選ばれた総滝がかかる。北地獄谷と大倉谷とが合流するあたりに、ツバメ温泉がある。その下流に、石温泉があり、この付近で大滝れ川が滝となって流れ落ちている。これは、不動滝や大滝と呼ばれており、その高さは20メートルである。北地獄谷に対して、 南地獄谷もまた妙高山から流れ出ており、これは白田切川となって、大田切川と並行して東へと流れ、関川に合流している。下流の関川合流点付近では、上信越自動車道、国道18号、越後ときめき、鉄道妙高和根馬、ラインが大田切川をまたいでいる。大川は最大高さメートルほどの V 字国を形成し、 過去に何度も土石流に見舞われているが、上信越自動車道は谷底に橋脚を設けず、アーチ橋である大田切川橋により渡り、国道18号は、妙高大橋によって、急遽が大規模なラーメン橋、新橋が大使館の上地トラス橋によりとかする。妙高大橋は、新橋が2021年8月3日に開通した。また、妙高ワネウマ、ラインは、 前身の新越本線付設時に、明治時代中期に建設された大規模な築堤であり、土木学会線小土木遺産、国登録有形文化財の大田切橋梁により渡っている。ありがとうございます。